おう。ああ。はい。なんだ？へえ。チャリに乗るのも久しぶりだな。そいつはただのチャリじゃないぜ。まあ、チャリに乗るのが久しぶりな。ちなみに、そいつは後ろに漕ぐとバックもできるんだ。結構便利なんだぜ。よしよし、大丈夫そうだな。じゃあその辺一周して缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐチャリこいで探してみな。なあ、分かったよ。お、落ちてる落ちてる。なんだ。全力で漕ぐって気持ちいいな。ただ勢い余って壁に激突しないように気をつけねえとな。お、あそこにも缶があるな。なんだあいつらは。おいおい、あいつらも缶拾うのかよ。缶拾いにもライバルがいんのか。ま、そのくらいの方が張り合いがあっていいな。一周したし、ぼちぼち缶さんのとこに帰るか。チャリには慣れたか。ああ、だが缶は他、まあ、そんなもんよ。偉人町は特に空き缶が弱肉強食なんだな。アドバイスをするとしたら、他の奴らに狙われた時はさっさと逃げろ。逆に奪い取るか。なるほどな。てなわけで次が本番だぞ。たくさん集めて時間内にここに。決めた時間1秒でも過ぎたらまともな報酬は出ねえと。時間内にこの駐車場の前に戻ってくればいいんだな。拾った缶が多いほどバックも大きい。アウツなのか。じゃあ頑張ってくれ。さて、お掃除の時間だ。
ランの山だぜ。ざっとこんなもんよ。これは新記録じゃねえか。よっしゃ、お掃除完了だ。お疲れさん。換金するならエコポイントと金を引き換えるぞ。エコポイント、缶拾いの報酬は直接金を渡すんじゃなくてエコポイントっつポイントとして与えてるんだよ。エコポイントは換金することもできるし、食料やガラクタと交換することもできる。ずいぶん文化的なシステムだな。直接金を渡すといろいろ面倒なこともあんだ。回収業者のレートは年中変わるし、金より物が欲しいってやつも多いしな。ポイント制にすることで統率取れてんだ。このエコポイントが俺らの通貨と言っても過言じゃねえ。ほう、じゃあとりあえず換金してくれ。ほう、結構集めたじゃねえか。仕入りにしちゃセンスあるな。んじゃ俺のレクチャー代を差し引いて、ほらよ。せちがらいぜ。あとエコポイントは換金するより物と引き換えた方が得なんだ。覚えときな。へいへい。俺んちはここの駐車場だ。生かしてんだろ。缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。チャーリーならいつでも貸してやるぜ。わかったぜ母さん。また来るよ。Thank you.